質問ありました。初心者ってカーボンシューズ必要ですか？なんか買おうとしてる靴があるとかって感じですか？ レース用のシューズ買おうか、でもノバブラストもすごいいいので、まあ、まだこれでレース出てもいいかなとも思いつつ。よく初心者にはカーボンシューズはまだ早いっていう表現するじゃないですか。あれって間違ってはないんですけど、正しく伝わってない気がして、なんか早いっていうのは、あなたの足では履きこなせないというか、あなたの足は耐えれないですよ、みたいな。カーボンシューズに耐えれませんよ、みたいな感じで受け取っている方結構いると思うんですけど、なんか自分的には、それよりも、例えば、タクプロが走るマラソンって、自分の中の体感でも、結構速いペースで走ってる体感なんですよ、マラソンのレースが。1キロ3分ちょっとで走るんで。結構、頑張るスピードというか、結構スピード出してるなっていう感じで走るんですよ。でも、ある程度のラインのところまでって、マラソンのペースって、そんなに速いペースじゃないですか。そうですね。例えば今、ゆめちゃんがやっているスピード練習って4分30で走るけど、マラソンのペースってそれよりも遅いですよね。そうですね。はい。だから、カーボンの入った靴って、速く走りやすい靴なんですよ。わかりやすく言うと。だから、速く走るマラソンをする人、その人にとって、速く走るマラソンをするんだったら、カーボン入りの靴履いた方が有利だよねっていう、風になるんだけど、そもそも、どっちかというと、足が持つか持たないかみたいな、マラソンになるのであれば、高いお金を出して、速く走れる靴を買わなくてもいいんじゃないのっていう感じ。なるほど。で、タクプロは受け止めてるというか、そういうふうに、思ってます。だから、なんか、ノバブラストで走るフルマラソンと、今度ゆめちゃんがやるフルマラソンは、ノバブラストでやるフルマラソンと、カーボンの入った速く走れる靴でやるフルマラソンと、おそらく、そんなに大きく変わらないと思います。だから、そういった意味では、別に今のところ、高い靴を買わなくてもいいかなと思います。ああ、そういうことなんですね。逆に私、カーボンの靴を履いたら、すごい、なんか疲れが軽減されたり、飛ぶように走れるみたいな、魔法のアイテムみたいな風に 捉えてたので、そうたですまたね。ま速く走れなきゃ意味がないってことですね、もっと。速く走れるだと思ってください、あれは。だから、フルマラソンの、ペースが、そもそも速く走るペースじゃなかったとしたら、その性能を活かせないというか、今の感じだったら、ノバブラストでもういいと思います。わかりました。履き慣れた靴の方がやっぱりいいですよね。そうですね。今のところは。なので、それよりも靴下の方が大事かもしれないです。わ かりました。ちなみに靴って一応使っていいというか、一番性能が得られる距離ってあるじゃないですか。300キロとかですかね。あれってタクプラ守って使ってますか？なんですかね。何を切り口にするのかによって変わると思うんですよ。例えば、そのノバブラストって、なんかポンポン、ポン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 ちょっと弾む感じあるじゃないですか。あれがあると、なんか軽やかに足がポン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 動くんで、なんかちょっと弾むような走りができ、シンプルに言うとスピードが出しやすかったりしますよね。そうですで、それ、ね。はい。履いていくと、そのポンポンする感じがちょっと減っていくんですよね。シューズが潰れてくると。でも、別に走れるんですよ、その靴で。だから、リズムのいいジョギングにはその靴は使わないけど、なんかちょっと別にだらっと走るジョギングの時は、そのシューズの性能が落ちてたとしても別に問題ないよねっていう感じ。だから、リズムのいいジョギングをするときは、割と新しめの靴で走るけど、だらっとするときは、ちょっとボロくてもいいや、みたいな。っていう感じでやってます。だから同じノバブラストでも、最初はみんなこのちょっとリズムのいい靴ラインにいるんですけど、使ってたらだんだんこの子は降格して、この子になるんです。だからこの子の寿命は300キロぐらいだけど、
この子の寿命は、もっとたくさん踏んでても、この子としては生き残っていけますみたいな。そういうふうに考えてるんで。なるほど。捨てるまでのことを考えたら、結構走れますよ、最近の靴は。結構300キロ走っても、割と真新しいみたいな見た目ですもんね。全然大丈夫です。はい。降格したクッションがない人の方が自力で走るから逆にいいみたいな、そういうのないんですか？その、スピードレに使えるみたいな。その反発がないからこそなんか。はい。でも、そういうふうに、捉えるのもあるかもしれないです。ただ、気をつけないといけないのが、やっぱり、そういう練習ってちょっと出力を上げるじゃないですか。はい。その時に、綺麗にクッションがなくなったらいいんですけど、やっぱり、変な傾きとかも生まれるんですよ、やっぱり、靴って。なので、傾きが生まれた状態で出力の高い練習をしたら、やっぱ足にとって良くなかったりしますよね。なので、その、降格した靴は、やっぱりなんか、適当な練習量みたいな感じにはなっちゃいますね。そうなんですね。わかりました。例えば、300キロが、シューズの性能として、もうそれ以降はもう落ちるんで、次の靴行きましょうっていうものだとしたら、自分基本ジョギング30キロ走るんで、10回走ったらもうダメみたいな感じで。ですね。結構履いてますよ。全然、1000キロとか全然履いてます。だから、思ったよりも最近のシューズは長持ちするんで、今まで言われていた丸々キロメートルで靴はもう買い替えましょうみたいなやつよりも、全然長く履けると思います。わかりました。ただ、スピード練習とか、ちょっと頑張る練習の出力を上げる系は、自分自身の癖が乗った靴で走ると、よりその癖を強調する走りを生み出してしまう可能性もあるので、そういった意味では、頑張る練習はできるだけ新しい、鮮度の高い靴で走った方がいいかなと思います。納得です。